よし、じゃあ続きやっていきましょう。1987、これはどこですか？調べる。なんだこの突起のようなデカ突起。いやでもあんまり変哲もない突起だが、アルセウスフォンが反応してるということは変哲もない突起ではない突起だな。永遠の氷を手に入れた。お、クレベースが好んでいる氷、氷柱でいいのかな。え、すげえ、なんか鬼滅の刃クレベースの一部と言われている。え、自分を食べるの。ハマレンゲ、うわいつの間にハマレンゲ先生ついに登り切りましたぞ。初なんだ。記念すべきタイミングに出くわしたなおお、お前さんもいらしたか。俺楽させてもらったけどな。ほう、氷塊の上に飛び乗って永遠の氷を入手しましたか。熱い使命感、どこから来るのですか。いやいや、お前の仕事代わりにやってんだぞ。お前仕事代わりにやったやつにそんなこと言うのマジでクズだからな。ハマレンゲに永遠の氷を渡した。お前さんの努力には敬意を表しますぞ。いろいろ思うところはありますが、クレベースと戦えるよう準備します。ちゃんとね、仕事はしてくれないでね。氷山の戦場にお越しなさい。行くか。飛べるからな、デロガンダムシステムで。おっと、決して真似はするな。鍛えた筋肉の持ち抜きしだからこそ、ここから飛び入ることができるのです。嘘でしょ。では、やばい、五点着地する。バキのやつ、バキ五点着地したぞ。そしたら戦場ムクロに行くにはあっちか。俺もやるぜ。ふぅふぅ、おお、ちょっとビビっちゃったな。急降下、あそこにもアイテムあるが、まあいいや、飛んでくか。そしたらダッシュで、うえー、これ高さってどうなんだ。離してると勝手に上がっていくのかな。あれ、意外と、あ、その場で止まってくれるんだ。これ激突したらどうなるの。うわーおよいしょ、たたらた、あ、いた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 。これはこのまま、ててれて、あ、かわいい、こんにちは、どうしたの。あ、あれ、絡まれてるぞ。ほら、いやー、マオさん、純白の凍土で人と出会えた喜びは格別ですね。いやいやいや、そんなピンポイントで会えるわけないんだから、狙ってきてるだろ。ハマレンゲさんに頼まれた剣舞茸を届けに来たのですが。じゃあ狙ってきてんじゃん。たまたま出会ったみたいな口ぶり、おかしいだろうがよ。クレベースの話を聞くことができました。狙ってただろう、聞かれてんな。どうです、お聞きになりますか。いや、ぜひ、一応聞かせてもらおう。ですよね、クレベース、翡翠地方5匹目のキングですね。あれだよ、あいつはとんでもないぞ。何が。教えていただいた話では、氷の塊を弾幕のように打つだけではなく、大きなつららを放ったり、地面から氷の結晶を突き出すそうです。氷結系最強だな挽回で強すぎませんか。ちなみに古代のクレベースは高さが30メートルはウルトラマンって7メートルとかか。ガンダムぐらいある。いや違うか、マクロスぐらいあるのか。30メートル、大きすぎませんか。きつくね。剣舞茸を食べてからの筋肉特訓は効くんだよ。もうすげえな、トラックみてえな体してんなとか、冷蔵庫みたいに、あ、分厚いよみたいな。食べてからの筋肉特訓、よし、戦場に行くとしようか。もう空飛べるようになったから一瞬だぜ。クレベースを見たかったのですが、さすがに危ないと言われましてね。俺今から会うんだけど。では寒いので失礼しますなんかあれだな、 YouTuber みたいな、なんか専属 YouTuber、 Twitter みたいな、いや寒いから帰るわみたいな、そんな態度が許される。許されてるのか許されまいのか。空を飛ぶぜ俺は。まさあ、あ、怪力いる、怪力、あ、親分だ。さて着きましたぞ。お前さんの気持ちの強さが上回ったか。いや、人の世界、ポケモンの世界に踏み込むことがで得た力なのでしょう。では永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。今から作んの、ここで。毎回だよな、ここでゴリゴリすりこぎがなんかでやってんだろ。なーに、作り方は聞いていますし、私の筋肉であれば一瞬中山筋肉クッキングみたいな、いやーって言って永遠の氷をバシャーってかけて、本当にそうしたのか今、大丈夫か。あ、意外と繊細な仕事もできるタイプの人だ。ご覧の通り、ネット通販してそうクレベースを沈めたいのでしたら先に進むといいでしょう。ですがクレベースはとにかく氷塊を。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。行きやす、あす。
まあ、こんだけね、かぶいた格好してるからな、行かないわけにはいかない。うわー、これもしかしてさ、なんかヨッシーアイランドみたいにクソデカボスじゃないのか、これでかいっつってたからな。うわー、やばそう。うおー、でかいね。でかい、説明不要。やばそう、これ。うわ、すげー、やばいな。うお、折り紙キングでもこんなやついたな、確か。かかってこいよ。あ、これ何。うわ、これは、なるほど、あ、理解しました、そういうゲームね。よっと、これは、あ、これは全然大丈夫ですよ。無敵時間がえげつない長いので大丈夫なはず。これはだって今攻撃するタイミングが、あ、当たるのか、当たるのか、当たるっちゃ当たる。あ、いてぇ、つらら、つらら。それどういうシステム、マジで。これしばらく避けといて、隙がありそうなら撃つが、やおんで、次は、うわー、早いのか、やばいね、それは。あ、これ動き回ってりゃいいのか。で、で、こっち来て、あー、やばいね、これは多分横投げの攻撃が来ると見ました。はい、わかるんですね。ほいほいほい。あ、ポケモン投げて戦え。誰にしよう、ガブダバイ。やばい、俺うち氷に弱っ。ちょっ、あ、モナカ帰っといて。あー、理解しました。これマジで、しまった、ポケモン変えてくればよかった。せめてレベル65のあいつがいてくれれば。誰かな、カビちゃんかな、せめてカビゴンかな。まあ、隙があったら沈めつつって感じだな。で、次はつららがどっかん来るから、あー、なるほど、まっすぐ来てんだ。はい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 、あ、理解しました。ほいほい、当たるっちゃ当たるけど、これは先読み、先読み。あ、これちゃんと上見てたら撃ってんの見えるわ。氷ミサイルだな、今のは。で、多分近づいてきて横投げが来るから、ここは突きで、で、ここで、あ、うっそ、マジか。回避の方法ミスったな。ポケモンを投げて戦えだが、俺もダウンしてしまっているので、カビいけ、カビ、にゃー、あー、カビちゃんダメか。なかなか、ただもうパターンは分かったので、横投げ、これはね、多分沈め玉を打つ隙があんまないと思う。回避行動を取らないといけないので、回避行動、よっしゃ、いけ、カビちゃん、対戦よろしくお願いします。力を示し、チャンスをつかみ取れ。あ、カビちゃんいた。氷山おろし、うわ、痛え。10万馬力。あ、地面抜群だったら、マジマジ、うちのカビちゃん神だわ。急所で、もう一回10万馬力、10万馬力、オッケー、あと一発だな。頑張れ頑張れ頑張れ。いや、早技か、2発もらったら終わる。あー、6個おろしを歌われて、カビちゃん耐えるけど、早技だから多分2発来るからなかなかきついが、いや、カビよく頑張った。あそこまで入れてくれたら、あとは、あ、神林先生の草、あ、草抜群、クレベースタイプ、何なんだろう。まあ弊社も4倍なんですけどね。まあこれは波動弾で、格闘も刺さってるってことは、草、沈め玉、オッケー、いくぞ。はいはいはい、3、4、5、何発打てるんだろう。7、8、9、10、 K。じゃあもう一回今のパターンのやつだな。で、これで神林先生を投げ、神林先生は今回一発でも氷山おろしを食らわれたら終わるんだが、先にリーフストームをぶち込む。神林タイプ 1.5倍リーフストーム。おお、神林先生、やっぱ神林先生、持つものは神林先生なわけ。 OKOKOK、 あと1回ぐらいだな、聞いてはいるが。じゃあラストだ。怒ってる。パターン、速度でも上がるのかな。速度が上がるかどうか。まあ上がったとて、これはだいぶ、あー、なるほど、連携技ね。はいはいはい。あ、でもなんか回避する隙は増えてない。あとラグくなってスローモーションみたいになってる。
ラグを利用することによってゆっくりなる。これでつららはパターン変わるか。あーなるほど、1,2,3,4,5,6 のやつね。あーでも残るのね。後ろいたらなんもねえのかい。怒ってミサイル、これ早くなんじゃね。あ早いわー、クソったれ。ボーカザル連れてきました。行きますよ。効果は抜群。あれフレアドライブ抜群じゃねえんだ。あれこれもしかして、まあいいか。インファイトだ俺。よし、なんかなるほど、力技、うわ一発で。大地の力は抜群なんです。うわマジか、神林先生の方がまさかの良かった。いやーなるほど、モナちゃんでこれは一旦モナ、一旦モナ、モナちゃんの経験になるぞ。モナちゃん可愛いね、モナちゃん可愛いね。スピードスターは打っちゃダメだね。悪の波動、悪の波動でこれはオッケー。1個下だからな年齢。オッケー、これでクレベースに当てまくると。シャオレイ、はい、お祭りお祭りお祭り大。これで多分ブチギレセカンドモードになるんじゃないかな。当てまくっていいぞ。いやーなんで叫んでるときは当たんないんですかね。忖度嫌いなんですよね、そういう。オッケーオッケーオッケー、当てまくって。危ない、あブチギレモード入っちゃった、マジか。まあ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 いいでしょう。向こうもこんな形でブチギレモードに入るとは思うまい。向こうの追尾が速そうだったんだよな。追尾回避打たないで動き回って、あこれか、これは、てかこれ手前いればいいんだよな別に。こっちまで来ねえし。でこの後のミサイル、この後のミサイルがだりいんだよな。動き回っといて、オッケーナイス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 。危ない、がーこれは回避入れるとダメなんだな。はいはいはい、勉強になった。いや大評価で、これでレーザービーマー、レーザービーマーをエリアが限定されて、でこれで戦おうぜのやつ。おら勝負だ、行くぜ。カビゴン大先生行くぞ。あちょっと危ない、俺巻き込まれちゃう、危ない。氷山おろしに、俺は食らえないけどポケモンには食らわせられるっていう、これなんかちょっと心が痛むが、一発10万馬力で、このあと神林先生がお控え、あ2発入れられる。クレベースさんだいぶへばってんちゃいますの、へばってんちゃいますのの早技。これは一回氷山おろしをもらってカビちゃんは落ちてしまうが、ここで神林先生の波動弾が火を吹くわけですね。必ず当たる、必ず当たるぞ波動弾。行くぞ神林、神林先生まさかここで大活躍をもらえるとは思わなかった。でここでもうクレベース倒せるので、ここで待機する。人間のクズ、すぐにでも沈め玉を当て、当てチャンスを。これもうあのね、もうこの後はもう終わりよ、沈んじゃうから。オッケー、沈んじゃったね、沈まっちゃったね。これ 30m はないにしても 20m 級ぐらいはあるんじゃないのこれ。どんぐらいなんだなサイズ感、 5m とかかな。いやもっとあるよな、20ぐらいあると思う。だ歴代のクレベースに迫る勢いの、あかわいい、乗せてくれそう。えクレベースにも乗れんの、あ乗れないかさすがに。あカビゴンのレベルまた上がんなかったな、ごめんな。ウィアチェスみたいな、すげえ。画角に入りきらないし。あプレートもらったな、つららのプレート、こっそり渡してきたんだな。あの巨体ですごいちっちゃいプレート渡してくるのちょっと可愛いな、どこに持ってたんだろうな。まあ今までのポケモン全員どこに持ってたんだろうな論はあるけど。浜先生そんなに気を落とされなくても。なんで？ですがあのように大きくて大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは。空から落ちてきた魔王なるもの、化け物ですか？そうだよ、化け物じゃないよ、自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。これ付き合うな俺。魔王さん、浜先生は真珠団を心より大事に思ってくれてるし、神王様を心から信じているの。だから金剛団や銀河団と交わり、神王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念されていたの。あーなるほどね、まあ、メンタリティ大事だからな。でもそれも変わるね。かい
真央さんが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。私もグレイシアの強さもっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。おお、なるほどね。なるほど、回も変わりましたな。先生なんだな。どうして選んだんだろうな、浜先生を。いや、いいんだけどさ。わあ、かわいい。荒ぶるキングを全て沈めた。あー、ごめんごめん、完全にわさびのテンションで読んでしまった。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。確かに。そろそろブチ切れてくんじゃね。それはわからないよ。心なしか裂け目が小さくなったようだけど。じゃあちっちゃくなっちゃったらさ、俺もうあれじゃん、帰れなくなっちゃうから、ギリギリに飛び込んでまたねーみたいな、あのお別れもちゃんと言えてないよって、カイが泣いちゃって、カイまた戻ってくるからな、これで終わってほしいよな。劇場版ドラえもんみたいに、またすぐ来るからねーって言って、もう二度と行かないみたいな、言ってんのかなあれ。時空の裂け目からまた不思議な雷が落ちたとしても、魔王がいれば大丈夫とはいえ、そうだね、魔王さんがいるもの。また俺かよ、あの世かい。お互い信じる神王様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。あ、これ握手したタイミングでアクシデント起きますよ。適当なこと。適当ではないと思うんだけどな、今の。さて、すべての資金具を沈めたんだ。電木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。行ってみるか。ででん電木。これ完全に俺ここに立てって言われてるよな。マオさんとキングとクイーンを沈めて、これからどうなるのかな。あ、煽ってんのか、なんか最後に大きいあがあるだけで。クレベースを沈めることの是非はまだ分かりませんが、良き戦いでしたぞ。ハマレンゲン先生はちゃんと人を褒められる男だ。すべてのキング電木の、あ、それは聞きました。空から見てたけど大迫力の戦い、危ないぞ、上から降ってきたから被弾する可能性すらあったのに。ポケモンを12匹捕まえましたと報告しておきましょう。わい、いいね、いいよ。これはなかなかポイントも入るんじゃね。7000円、もう15万あるぜ。好き勝手使おうぜ、15万もあったら大金持ちだぜ。調査が進んだようですね。それどれどれ、4377、ここら辺ちょっと埋めていきたいな、そろそろ図鑑も。更新11340ポイント、6つ星にしたいよな。せめてポケモンの言うことを聞かせたい。雪原キングクレベースを沈めたのですね。村に戻って電木さんに報告です。はーい。おい、全部沈めましたぞ。すべてのキングが荒ぶり、荒ぶったキングをすべて沈めたが、一連の事件の理由は不明のままだが、とにかく型がついてよかった。俺この後どうなるの、幹部にしてくれるってことですよね。聞いてましたよ、時空の裂け目から落ちてきた得体の知れないお前が翡翠に安寧をもたらしたな。いい拾い物したな。そう、明日から普通の日々が始まるな。始まらないな、これは。芋づる亭にて自由を取れ、体をゆるりと休めろ。翡翠で暮らせるようになるまで調査隊の仕事は終わりではない。この後はもう閉廷するのか。これだから、あの今戦が終わって、その後その場を閉廷しないといけないから、閉廷も大変だってキングダムに書いてありました。本当かどうかは知らないっす。いや、大変なんだろうな実際は。だってもともと敵の人たちを自分の土地にするわけだからな。いつもの芋餅、今日はたくさんプリーズです。あと美味しいものがあればどんどん持ってきてくださいね。お願いします。今日もおごりかな。あ、今日天丼みたいなの作ってね。いいな。クレベースも沈まったから、棺のあちこちを調査できるよな。何もしてないクレベースまで沈めるのはと考えていましたが、結果としてはみんなが安心できてよかったです。クレベースは自分のメンタルが強かったのかな、それとも体がでかかったから効きが遅かったのかな。魔王が落ちてこなかったら、荒ぶったキングたちによってとんでもない被害になってたのかな。滅びてたんじゃないか。俺がいなかったら大変だったな。全てのキングを沈めても時空の裂け目は消えないんだな。でも時空の裂け目がなくなったら魔王は戻れなくなるのか。確かに。そうだね。はい、調査すればいいのです。でもなくなっちゃったら調査すらできなくない。それに魔王くんの居場所はここ寿喜村ですから。もう俺のこと好きになっちゃってんな。明日からも大変ですよ。僕たち調査隊の目標はポケモン図鑑の完成ですからね。そうか、すべてのポケモンに会えって、そういえばアルセウスにパワハラされたな。マオがいればポケモン図鑑も完成しますよ。そうだ、俺マオの助手しようか。え、何を、テル君も立派な調査隊員です。まあそんなこともありますけどね。よし、たらふくってたっぷり寝よう。テルいいやつだなお前。絶対付き合わないけど友達にいてほしいタイプ。どごー、
何？怒号が、怒号が飛び交ったんだが、おはようございます。異変、起きている、異変。宿舎の外に出てみよう。何が起きた？大量のゴロンが上から隕石のように降ってきて、終わったわ。これなんかあれだな、ダイパで見たな。ダイパで上が、まあ、大変なことになっちまった。みんなが外に出るレベルなんだな。大きくなっちゃったー。逆にブチ切れたな。何沈めてくれてんすかお前、マジでよみたいな。あ、なんかお前知ってんのか知ってないのか、どうなんだ。なんか怪しいな。ちょっと何かしら知識はありそうだな。だな、じゃなかったら俺みたいな得体の知れないやつ雇わねえよな。時空の裂け目から何とも言えないエネルギーがあふれ、空が赤く染まったのです。どうしよう。伝言がある。団長が即刻参ると呼びつけられた。なんで私なのよみたいな。まがまがしい、そうとしか言えない空となったな。なんだよ旦那、キングを沈めた後の話し合いだよね。いや、そんな空気じゃねえだろ。それよりも確認すべきことができたのでな。魔王が落ちてきたその夜に不思議な雷も落ち、バサギリたちが荒ぶり出したな。え、俺何、黒幕にされようとしてる？何かしらの関連を疑うのは当然だろう。え、嘘、魔王よ、お前は何も、マジ最悪最悪。自分は調査隊員です。心臓を捧げております。頑張れ、頼む頼む、アルミン助けて、助けてアルミン。ああ、任務はこなしている。だがお前が何者かは不明だ。こいつお前マジふざけんなよ。都合よく使いやがってよこいつ。時計の裂け目を通じてお前と荒ぶるキングたちはつながっていた。こいつマジ、じゃあなんでおめえが自分で沈めりゃいいじゃねえかよ。キングを沈めていくことで私たちの信用、おめえが指示しなかったら言ってねえだろ。俺ずっとずっと一番手前の高原でペカ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 遊んでして、今度は何をする、何を企んでおるんだ。これは島干し、これまあ、ちょっとな、あ、ちょ、これ旦那、何も真央さんが何かをしてると決まったわけでは、決まったわけでは、なんで俺になんの、ここで塗ってくんの。そうだな、そうだぜ、真央がそんなすげえ力を持つとかありえねえだろ。潔白であると言い切れるのかこいつな。まあ、上、まあ、ほん、俺こういう上司この世で一番嫌いなんだマジで。部下を責める上司、この世で一番クズだからな。お前自覚しろよ全部。時空の裂け目から落ちてきた人間の、それ言っちゃう、雇った本人が。誰が素性を保証で、おめえが素性を保証する張本人だろうがよ。誰が大丈夫だと保証できるのだ。あ、お前雷に撃たれたな。それは鬼の証明だよ。真央さんに疑惑がないことの証明だなんて、悪魔の証明か。誰にもできないよ。かい、無理なんだよ、ふっかけるなって。真央はどうすりゃいいんだよ。こいつ調査の機会を与える、なんだ、ね、もう指示できる立場にあると思うなよお前。ただし銀河団としてではなく疑いを晴らせねばならぬ一人の容疑。元からちょっと気に食わないとは思っていたが、完全に決裂したね天木。ことぶき村では空から落ちてきたお前を怪しむ者もいる。それより銀河団を退団してもらう。はいはい。異変の理由が判明するまで、いや事態の、いやもう入んないですよ俺、新受団行きますんで。いや、有能な営業を手放しちゃったね電木さんね。身の潔白を証明できるまでことぶき村に入ることは許さぬ。良いな島星、島星隊長は内々に俺のことを助けてくれる。なんと無情な、真央さんを信じないの、かわいだて無用。銀河団の団長である私の責任において責任を取るべきであれば、まずお前が退任するべきであって、お前が俺をここまで使ったんだぞ。これまでの功績、お前の異能は認めている。それゆえ捕らえず自由にする。何言ってんだこいつマジで。銀河団はやっぱりクズだったってことだな。てっぺんが腐ってたら組織全部もクズ。追放ですか、うわーこれ同期はぁ、そうはぁだよな。決定である。いやー島星さんは、島星さんは俺のこと、行くぞ島星さん、かばって、俺もうほんと島星さん好きマジで。まあほんと島星好き、島星は神。みんなもおかしいよこんなのってみんな言ってくれるぜ。なぜなら俺は功績を残しているから。無言。ちょっとみんな待ってよ、マオ
追放だなんて何かの間違いよ。まさか、ああお買い物させていただいてるお得意様からしか一言をもらえない。ちょっと信じ、ああよかった、こっちの写真館は一度も利用したことないけど、やはりそれ、あこいつ、お前信じられない、信じられない。隊長、こんなのおかしいですよ隊長。ここまでです。最悪、しかも何も起きてないのに。いやなんかもう最悪、承知している。だがこのものは私の、やっぱ島星だわ、島星がてっぺん、あだから将来てっぺん取るんだ、わかるよ、いいリーダーだったもん。うん、悪いことしてたけど、銀河ベースまで同行し責任を持って銀河団から追放する。俺も行くよ、もちろん僕もです、強化する。行き先は原野ベースですね、ご無事で。デンスケ、やっぱ脳が腐ってても体はまだ生きてるな、この組織。あーなんかこれすごいね、マジで許さない、本当にあいつは。電木とかいう、ボスもひどいよな、マオは任務でキングを沈めただけなのに。そうです、空から落ちてきたとはいえ、マオ君に空を赤くする力なんてないですよとか言って、 It's an unforgivably delicious、 非科学的です、科学者として断固抗議するのです。これで今ゲーム実況者の英語力が透けたなマオをこれ以上困らせるな。これね、なんかアホのふりしてね、英語だけペランって読めちゃうみたいなキャラ付けしたかったよな、ちゃんと読めなかったな。魔王をかばうことで博士たちに類が及べばどうなるか、やめとけよって言ってくれてんだ。だが君に感謝している人間もいる、関や海がそうであろう、私もだって言ってくれる人だな。そうです、金剛団真珠団であれば魔王くんをかくまってくれるかも。と言っても関さんも海さんもそれぞれの集落に戻られましたし、菊井さんなら巨木の戦場にいるだろうけど、ヨネさんはどこにいるかな。命令する、のたれ死にするな、調査のための便宜は図っておく。いいか、希望も称賛も所詮は他人の感情、島星、重要なのは君自身がどうあるべきかを強く持つ。島星、てっぺんを取ってくれ。始まりの浜で語ったポケモン図鑑完成の夢、君がいないと叶わないのですが。あ、島星も責任持ってちゃんとここにいるし、島星はやっぱいいリーダーだな。巨木の戦場行けばいいのかな。あ、ちゃんと休ませてもらえるんだ。君一体何をしたのかね。何もしてないよ、あれほどの大きな裂け目だよ。あそこからの雷がポケモンに落ちればどんなポケモンだって荒れ狂うよね。全体が荒れ狂う問題じゃん、マジで滅びるんじゃないか世界。どんなポケモンだって真珠団のみんなも大騒ぎだからね。やはり空から落ちてきたものは、あ、キクイ、なんでもないっす、じゃあいいっす、もういいっす、そういう、そうか、いや大丈夫っす、強がる必要はないけれど、君のことは真珠団みんなが知ってるからね。君に同情する者もいれば恐れている人もいるけどね。恐れてる者、ああ、あいつか、あいつはいいっすよ。バサギリを沈めてくれて感謝してるし報いたいが、俺一人ではどうすることもできないね。助けてくんねえか、ヨネさんならなんとかしてくれないかね。うわあ、多席だ、たらい回し、どこの受付で話聞けばいいんですか。現象が起きてる、削られ橋にいるのではないかね。なんでも思い出の場所らしいからね。削られ橋か、広大な翡翠の大地、どこかに居場所はあるからね。なんかこの土地自体が嫌になりそうだな。あーなんか削られてできてるっぽいから削られ橋なのかな。あー引っかかっちゃった、あー危ない、おにゅらありがとう。あーこんにちは、そうだよな、ヨネさん一番最初に折れた、やっぱヨネさん可愛いわ、なんだかんだヨネなわけ、すごい空だよね。あ、これ世間話から入って俺にブチギレるタイプか。これだけおかしな光景が広がったら誰だってまともではいられなくなる。何が起きてるんだい？あ、これ、お、知りたいぐらいっすよ。俺に、私には、とても、わかるわけないか。ヨネさん、あんたのことはリーダーから聞いた。
寿村に戻れないんだろ。そうなんすよ。だけどね、金剛団でもあんたを助けられないよな。あんたのために金剛団と銀河団が争ったらあんたも嫌だろ。いや、俺はもう金剛団に入って銀河団を潰したいと。銀河団の有能を引き抜きましょうよ。そしたら怪しさまに好かれたあんたに味方したいけれど、今は許しておくれよ。みんなどうしようもないんだ。まあでも今のタイミングでかばうとな、逆にな、時が解決してくれる。一回寝るか。じゃああんたは運命を切り開いてきたよね。これまでもこれからも。ヨネの手についてるやつかっこよ。俺にも欲しいです。途方に暮れちゃったじゃん、マオコちゃん、かわいそう。これ闇落ちあるぞ。全然どうしてこんなに一生懸命救ったのに。クルロークルロークルルロロ、あ、ルクシオ、どうした。私一人なんだ。あんたも一人なのかい、ルクシオ。めちゃくちゃ戦闘しか、あ、パパとママがいますね。僕は一人じゃないけどね。ポケモンに罪はないなって思って、罪があるのは人間だなって思ったんだな、まあ、お子ちゃん今。うーん、醜きは人間、ポケモンが人間を滅、あ、あなたの周りでは不思議なことばかり起きますね。ウォロー、マオさん探していましたよ。助けてくれんのか、ウォロー。お得意様がいなくなると自分も困りますからね、ウォロー。ええ、事情は知っております。優れた商人には情報の重要性がを分かっているものです、ウォロー。さて、銀河団はもちろん金剛団、真珠団にも居場所がないようですね。ウォロ紹介に入るか、入れてくれ、頼む。ご安心ください、誰もが翡翠地方の全てを知っているわけではありません。隠れた土地があるの、いいところを教えますよ。自分にお任せあれ。これウォロに助けてもらう感じで、ウォロに騙されて完全闇落ち、マオちゃん翡翠地方滅ぼし物語あるよ。これはこちらです。どこ、これ、あれ、あ、ここ知ってるじゃん、ボロ屋ですが、そこは我慢していただいて。ウォロの家なのかな、隠れ里、隠れ里だ。ここウォロん家なの。あ、誰かいる。またゾロ怠けに来たの、またゾロ怠け、どこで、またゾロ怠けに来たのか、またゾロ、またゾロ、もう分かんない、三刀流、空が赤くても変わらぬやつのよの。どうも小人さん、今日は翡翠の神話や伝説を学びに来たわけではないのです。あら、美人、小人じゃ。してこやつは、まさに時の人ですね。荒ぶるキングたちを沈めた真央さんです。ああ、以前話しておった時空の迷い人か。はあ、そなたのおかげでようやく務めを果たせそうじゃ。何、務めって何。まさか時空の裂け目は捨ておけぬ、時間空間序盤中盤隙がないねみたいな、均衡が崩れかね、それを塞ぐ使命を託されたのが時空の迷い人であるそなたじゃ。あ、そうなの。じゃあわざわざやばいから派遣されたのにめちゃくちゃ文句言われたってこと。長い話になるの、参れ。自慢のイオリに入れてやる。イオリってなんかすごい可愛いキャラクターの名前な感じがするよな。イオリじゃなくてイオリって発音したくなるよね。なんかすげえいいベッドにすごいいい家、何これ。このマイホームすごくいいな。時空の裂け目はの、いつもの、いくつもの時空につながる穴という、その一つ、遥か向こうの時空におられるのが神王様。真珠団のどっちでもないんじゃない、王子、王子雷魂、これ中という、四方上下、これう、これうという、いやもう振り仮名読まないと読めない。現在を含む未来、すなわち時間を中と呼び、前後左右上下の全方向、すなわち空間をうという、それで宇宙か。わかるな、時間と空間合わさって宇宙となる。金剛団、真珠団のように時間と空間のどちらかだけをすごいと言えるものかの。どっちもがいるんだな。どちらも宇宙、1は全、全は1ってことですね。師匠、君の手でごめんな。まあ異なる時代を知るそなたにはわかる話よの。
さて時空の迷い人よ、使命の内容を伝えようぞ。翡翠地方にある湖、神事湖、リチシ湖、エイチ湖、それぞれに心を表すと言われるポケモンがおってな。あーすごい、ここでダイパをなぞるのか。湖の3匹の試練をこなし、授けられたものを霧の遺跡に持っていくのじゃ。そこで得られる赤い鎖なら世界をつなげられるらしいでな。あ、赤い鎖ってあれじゃん、ギュッてしたやつじゃん。カブトをギュッと、カブトをギュッと強く握って、世界をつなぐですか。裂け目を閉じるのではなくて。えい、そのような目で見るな。わしだって裂け目が生じたら湖をめぐり霧の遺跡に行けという。大昔の話がどこまで真実か知らぬ。それでも伝承せよとの役目は果たさねばならぬからの。先祖も罪じゃ、子孫の苦労も考えずに伝説など残しおって。すっげえ美人マジで、小人さん好き。そなた使命が分かったならやるよな。もうやることねえしな。無理です、できません。自分にはたわけそなたが世話になったであろうポケモンや人がどうなってもよいのか。あ、すごい、パンパンって今ぶたれた。アルセウスモンが反応してる。やれ2文字、3つの湖を示している。やれって言われた今、ひらがな2文字やれが見えた。小人さんのいおりにはクラフト代もありますし、材料であれば自分が手配しますよ。もちろん代金はいただく。なんで放牧場は、放牧はどうしますかね。キーん、なんじゃ今の鳴き声、今度はポケモンでも迷い込んだか。そなたたち見て、あ、これはまさか島星さんの。行きますかね。島星泣いちゃう。島星やっぱ神なんだよな、ほんと。島星、親ケイシー、どこからテレポートしてきたのでしょう。任してって言ってる。かわいい手紙ですね、真央さん宛ての。よくわかったな、真央は手紙を読んだ。真央、私のポケモンを通じて放牧場のポケモンのをやり取りしろ。ベースキャンプも使えるよう手配した。優れた調査員、調査隊の一員として君がこの異常事態の調査をいち早く終えることを信じている。調査隊隊長島星、いい知らせですか。秘密です。いい笑顔魔王。さてと、三つの湖を巡るですか。なかなかに骨の折れる仕事、どなたか手伝ってくれませんかね。ウォルさん、証人というのは抜け目ないね。あ、おいマジよ、もう。とりあえずはよ、混合団の連中は安堵させてきたぜ。キャプテンたちもキングの様子を見ているが問題ねえってな。だがよ、表だってあんたを助けるわけにはいかない。もうトップが来ちゃってるからな。ここ写真に撮られたら完全に乗るぜ雑誌に。電木さんの面目を潰すと団の関係がこじれそうだしね。なんでこっちの方がよく分かってんだマジで。うわ、俺は損切りされたんだぞあの企業に。つまりだ、こっそり助けてやるから、俺かこいつかどっちかを選べ。まあ選ぶまでもないだろうがよ。どっちか選ぶの。混合団の席か真珠団の会か、どちらと共に進むか選ぶの。関さんめっちゃ好きなんだよ俺。メンズの中ではダントツで好きなんだけど、関さんの弟はダントツで嫌いなんだよな。でもカイちゃんだったら、うん、あえてのウォロ。あー、ダメでした。なんとわしを選ぶというのかって言ってほしかった、真ん中に入って。カイちゃん、私だよね。バサギリを沈めるとき材料となる鉱物を持ってきたし、そこしかポイントねえの。共に沈め玉を作ったよ。一回考えさせて。なんか言われないんだ。俺にするよな。あんたが吹いてる髪の毛の笛を譲ったのは誰だ。目の前にいる色男だぜ。それはマジでそう、それはマジでそう。本当に関は関有能でも女の子が好き。じゃあ今日はおねあえての関行ってみろ。俺マジ関さん好きなんだよな。じゃあ関さんで行ってみよう。俺は今回はマジで真央が女の子選ばないのびっくりさせたいという気持ちもあるし、あと関さんがマジで好き。でもカイちゃんも好きだよもちろん。おう、任せておきな。多分ね、就職するんだったら混合団では選ばれなかった。その言い方、電木さんの動向なら見ておくよ。私なら話も聞けるだろうし。では選ばれた幸運なお方、一緒に湖に参りましょう。詳しいことは道すがら説明しますので。
選ばれたお方。湖？翡翠地方には3つの湖があるけど。おう、とにかく向かうとしようぜ。同行しているところを見られるとまずいからな。現地でお茶をぜ。それはもう協力していることに入らないのでは？頼んだよ、関。真央さんに迷惑かけないでね。関さんは大丈夫だよ。宍道湖の思念。宍道湖行ったな。立志湖。どっから行ってもいいのかな、英知湖。